はい、皆さんこんにちは、紙工房のキングダムです。本日は本日の、エアワルキューレで、ワルキューレリボーンの、発売日が決定したのと、あとは、その詳細ですねを、詳細が出たので、そのご紹介をしようかなと思います。はい、劇場版マクロスデルタ絶対ライブボーカルソング集ワルキューレサードアルバムワルキューレリボーン2021年の10月13日にリリースとなりました。はい、あとだいたい2ヶ月半後に発売されるということです。私今回エアワルキューレ見ることができなかったので、そこ知らないんですが、9時ぐらいの時に発表されたみたいですね。はい、でサードアルバム「ワルキューレリボーン」2021年10月13日発売と。で、MV ミュージックビデオの方が28秒ぐらいなんですが、フライングドッグの公式 YouTube チャンネルから見れるので、よければ興味がある方は見てください。ワルキューレは諦めない、少し、諦めないっていうところはもうすでに知ってると思うんですけど、そこ以外の部分の歌詞とかも出てるので、よければ見てみてください。あのシーンは一応サビじゃないみたいですね。なんかの時に言ってましたけど、サビじゃないみたいです。じゃあ、今回、このミュージックビデオから見れるんですけど、あのシーンは一体どこなのかっていうのを思いましたね。 B メロなのかなみたいな感じになりました。はい、で、5年ぶり3枚目となるニューアルバムワルキューレリボーンが10月13日に発売決定。今春に、公開予定の劇場版マクロスデルタ絶対ライブ主題歌挿入歌などの、新6曲を完全網羅した収録内容となっており、特報映像でも使用されている挿入歌ワルキューレは諦めないをはじめ、昨年リリースされた未来は女のためにある、ルーンに花咲く恋もあるの2曲も劇場版に使用されているニューエディションで収録されると。さらにこのアルバムのために書き下ろされた各メンバーのソロ新曲5曲も収録され、全12曲全てが CD 初収録となる。ジャケット写真は初回限定版通常版共通でキャラクターデザイン三田千里、カプコン書き下ろしのイラスト、バック側にはワルキューレ撮り下ろし写真が使用されていると。そして初回限定版のみスリーブケース仕様となっており、付属の特典ブルーレイ、ディスクには今年1月22日に ZEP 羽田東京で行われたワルキューレライブツアー2020-2021ワルキューレは諦めないの最終公演の模様が完全収録されるという、もう何でしょう、モリモリの内容となってる今回のワルキューレリボン、ワルキューレのサードアルバムとなってます。ぜひとも皆さん購入してもらいたいですね。でこっからがもうすでに曲名が決まってたりてか収録されてる曲が出てまして、この辺は同じですね。でまず、値段ですね。初回限定版 CD プラスブルーレイ、値段が6930円の税込みとなってます。はい、アルバムなんで高いのと、今回初回限定版ブルーレイライブ映像がついてるので、この値段となってます。でもライブ映像と新曲12、ミラオンとかありますけど12曲ついて6930円っていうのは、安いんじゃないかなと個人的に思ってるので、もうぜひとも皆さん購入、予約もしてみてください。はい、で、スリープケース仕様、特典ブルーレイには、今年1月22日 ZEP 羽田で行われたワルキューレライブツアー2020-2021ワルキューレは諦めないの模様を収録と。どの範囲に入ってるかも下記にこの後出てくるので、そこで説明いたします。で通常版は3300円税込みとなってます。通常版買うぐらいだったら皆さん初回限定版をご購入してみてください。通常版
初回限定版を分けて買うのもいいのかもしれません。約1万円です、はい。で、CD 収録曲は、12曲ですね。まず唇の凍傷かな、劇場版マクロスデータ絶対ライブの挿入歌となってます、はい。でナンバー2が未来は女のためにあるムービーエディション、はい。で3曲目が無限大ドライブで、4曲目が聞き分けない、 5曲目がまだマニア、6曲目が絆スパイラルで、7曲目が愛してる、8曲目がつらみ現在進行形、9曲目がワルキューレは諦めない、で10曲目がアライブ祈りの歌で、11曲目が、これ空のかけららしいです。ここにも書いてます、空と読みますと、はい。で12曲目がルンに花咲く恋マークムービーエディションで、絶対ライブのエンディングテーマとこちらはなっております、はい。この12曲ですね。でこの12曲から、5曲は、各ワルキューレそれぞれの楽曲となってるみたいです、はい。どっかはわからないですけど、まあ多分この辺かな、4、5、6、7、8ぐらいがそうなのかなと個人的に思ってます。愛してるとかがなんかフレイヤーなのかなみたいな個人的に予想してます。もしかしたらエアワルキューレで、ね、発表されてたかもしれないんですが、ちょっと自分見てないのでわかんないです。でブルーレイの収録内容は、こちらですね、はい。そのままですね、福岡から始まって福岡、大阪、北海道、じゃあ名古屋、北海道で東京かな、全部セットリも同じだったんで、まあこの内容そのままですね。昔12月かなに大阪のセトリっていう動画出してるんで、まあよければそちらも見てみてください。まあ多分同じようになってると思います、はい。なんですけど、まあ東京の方行ってないんですけど、1月からの名古屋かな、名古屋からの MC が大幅カットかな、コロナの影響で大幅カット化されなってるので、もしかしたら MC はすごい短いことになってるかなと思いますね。 MC1、2、3、4、5、 福岡と大阪は割と長めって言いますか、それなりになったんですけど、一気に3公演目からは短くなってますね、はい。こんな感じですかね。で、あと購入特典、まあ全国共通特典でミニクリアファイルがあって、Amazon 限定でメガジャケっていうのがあるみたいです。まあ他いろいろ、まあ例えばアニメートとかで買えばなんかそこのまあ特典がついてるみたいなとかはあるのかもしれませんという感じですかね。今回は。ワルキューレリボーンの、まあ、発売日が決定いたしましたといった動画でした、はい。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロス動画でお会いいたしましょう。